ました、モンスターション TV。 元気があれば何でもできる、元気があればウルージーになれる、そんなあれだわ。イングスラッシュでやっていきましょう。今回はですけども、麦わらの一味に入りそうな人7000ということでやっていきましょう。なんか今ちょっと指ちゃんとなってるかなって不安になってるけど大丈夫だね。はい、ということで、まあ、麦わらの一味が最終的にね何人になるのかっていうところとかも、まあ、気になるところではございますよね。で、僕としてはまあ、まだ増えるんじゃないかなと思っていて、で、その中でもまあ、ここはマストでしょみたいなね思うところもあったりする。なので今回は僕が思う、麦わらの一味に入りそうな人物7000、そして可能性としてここら辺も可能性大とは言わないけども、もしかしたらあるかもねっていうようなところも入れて今回ご紹介をしていきたいなと思います。ちなみにどうですか、今回もまた違うタイプのジンベエをしておりますけどもね。今んとこ赤と緑と、そして今回のピンクをね、こんな感じで着ておりますけどもね。これね、元はチョッパーが着てるやつなんだね。こんな感じで、これ実は出ておりまして、で、今んところ僕はね、この3パターンを着てきているって感じでございますね。で、すごい嬉しかったのが、これを僕、まあ夏だということで、そして、まあ、和の国にアニメがね、入るから、なんか僕もちょっと和の国に入りたいな、みたいな、なんか一緒に和の国盛り上げていきたいなっていう気持ちで、こういう風に着出したんですよ。そしたら、DM をいただきまして、で、それというのがですね、ポヒョヒョンさんからの DM でございますけども、ジョンさん、こんにちは。ジョンさんの動画見た瞬間に注文して、届きました。かっこいいです。私もジンベエにしましたという感じでね、めちゃくちゃ嬉しくないですか。本当にびっくりしてさ、俺別にそんなね、これをね、紹介したわけでもないんだけど、こんな感じでね、まあ、着ていて、で、一応、ま、こんな感じで置いといたんですよ。ね、で、ほんならさ、それ見てくれてね、かっこいいっす、みたいな感じで、一緒にこう、おそろにしてくれるってなんで、本当に嬉しいよね。で、そこからちょっと僕どれを選んだのかね、5パターンあるから、どれを選んだんですかっていう感じで、こんな感じで DM を、まあ、送ったんですけど、そしたらサンジ君のね、やつにしたわけでございますね。それが僕が着ている緑のやつでございますね。ちょっと嬉しいよね。本当にね、こういった DM をいただくとね、マジでテンション上がります。ありがとうございます。なんかこんな感じで僕って、その動画始まる前に、たまにちょっとなんか余談的な感じで話したりするじゃないですか。で、それに対して、いやもうそこ本編入れよみたいな感じで言うんだけど、そもそもこの動画自体が本編だからね。なんか俺としては、なんかやっぱね、毎日動画を出していく流れで、みんなといろんなことが起きてるんですよ。で、それを報告したいんですよね。だからなんか冒頭のこの時間だったりとか、あとはそのケツとかでもね、僕喋ったりするんだけど、それってすげえ自分的に大事だなと思うんですよ。なんかやっぱ、みんなと一緒に作り上げてるモンスタージョン TV だからこそ、まあ冒頭だったりとか、最後とかでね、なんかそういったような話もしたいなと思うんですよね。なので、そういったところも含めて、なんか楽しんでもらえたらなっていうふうに思います。あくまで、本当はこの動画すべてが本編であり、そしてみんなで作り上げてるからこそ、そういったところもすごい大事にしたいなと思っておりますので、そこら辺もよろしくお願いいたします。ということで、改めて、今回の麦わらの一味に入りそうな人物7000っていうところで、まあ、僕がめちゃくちゃ濃厚だなって思うところ、キャロットでございます。こちらね、めちゃくちゃ濃厚だなと思いますよ。というか、やっぱ、その今の描かれてる人物像だったりとか、もろもろ考えていくと、まあ、入るのがね、一番自然だなっていうふうに思うんですよ。まあ、今、麦わらの一味ってね、まあ、多人種って感じで、いろんな人たちが集まっているので、まあ、だからこそ、キャロとミンク族が入ってくるっていうのは、すごい面白いんですよね。まあ、それこそ、ジンベエさんがね、まあ、今、まだ一緒にいないけども、まあ、完全に入ったわけじゃないですか。ってなった時に、まあ、巨人族もいますよ、と。で、そこからの、動物一っていうところで、チョパーヤンが来るよね。タヌキでございます。で、タヌキからのロボットもいたりとかね、エロガッパもいたりとか、なんかほんといろんな人がいるのが、この麦わらの一味でございます。ってなった時に、キャロットの位置っていうのは、まあ、まさにそこに当てはまってくるのかなっていうところで、ミンク族からの、まあ、麦わらの一味へっていうところも見えてくるんだよね。っていうか、キャロット入ったらめちゃくちゃ良くない？めちゃ強いじゃん。めちゃ可愛いじゃん。僕としてはね、キャロットは入って欲しい願望マックスだし、そして可能性としては今最も高いのがキャロットだと思います。まあ、ここは僕の中では濃厚と。そして、続いて、ビビちゃんでございます。まあ、ビビちゃんに関してはそもそも麦わらの一味でございますからね。だけども、まあ、今は表だってそれが言えない状態、イコールどこかのタイミングで戻ってくるっていう風に僕は思います。なので、まあ、そういったところで最終的に何人になるのかっていうのはね、考えていくと少なくともなんか13人ぐらいとかにはね、なりそうだなっていう風に僕は感じますけども、まあ、いずれにせよもう一番最初にキャロット来るんじゃないかなと。で、多分、ビビちゃんが入るとすれば、
ば、もうちょっと後になる、まあそれこそね、世界政府との戦いの流れとか考えていくと、まあそこから。で、いくと、あの国終わってレベリーって、レベリーとかそのなんか、終わった後ぐらいでなんか、どんどんビビちゃん来て、で、世界政府と戦っていくみたいな、なんかそんな流れになるんじゃないかなと思うんですよね。ちなみにビビちゃんに関しては、戻ってくるっていう風に僕は強く思っていて、で、それがね、前にね、ちょっと、なんかそんなのフラグがあったんだよね。一回僕動画出してるんですけど、これぜひ見てもらえばわかりますけども、あ、こんな感じで描かれていたんだっていうのがね、わかるんで、ぜひともそれはそれで見ていただけたら、まあ、多分キャロットからのビビちゃんとかになるんじゃないかななんて思います。そして、まあ、もともとこれもね、考えていたんですけども、今回、さらに強く思うようになりました。続いては、マルコでございますね。マルコに関してはね、まあ、二つのパターンがあるなと考えていて、やはり白髭海賊団が今なくなって、まあ、白髭海賊団の残党たちが今バラバラになっているので、それをまあ、集めて、でそこからのマルコの新しい海賊団を作るのか、はたまた麦わらの一味に入っていくのか、で実際マルコとかね、その四皇の、まあ、船に乗っていたような人物が入ったらパワーバランス壊れるくねと思うかもしれないけど、これから戦うのって四皇ばっかだし、なんなら世界政府とかと戦っていくわけでございますから、全然不思議じゃない。結構パワーバランス壊れる系とかね、思う人いると思うけど、そこは大丈夫だと思います。マルコは全然入っていいと思うし、そもそもそれで言うのであれば、片栗さん倒してる時点でね、まあ、マルコと同じような位置にいるわけでございますから、まあ、そこら辺がもうその時点で壊れてくるというか、だから片栗さん倒した時点で4校レベルが入ってくるのは可能性高いと思います。まあそもそも今七部会も入ってるわけでございますから、4校のところにいた誰かが入ってくるっていうのは十分にあり得る話だと思います。で今回一番強くマルコがね、入る可能性高いなと思えたのが、先日のアニメでも思いっきりね、それが引っかかったんだけども、ルフィ君のことを麦わらと言わずにルフィっていう風に言っているんだよね。でルフィっていう風に言っていること自体が、まあなんかちょっと親しいような感じがするというか、その言葉がフラグになるのではないのかなんて考えるんですよね。今のマルコの位置的にはそういう風に新しく海賊団を作る、もしくは麦わらの一味に入るっていうね、まあそのどちらかのパターンが考えられるので、僕としてはまあ仲間になってほしいですけどね。ただそうなると、じゃあチョッパーとのね、位置関係どうなるのっていう風になってくるわけでございますけども、まあ白髭海賊団のところにも船員は彼だけじゃなかったんで、そこら辺はまあ全然うまくいくのかなと思います。だけどもね、彼が入ってきたらすごく面白い感じになると思うんで、僕としては本当マルコ入ってほしいなと思います。そして続いてはエネルでございます。これさすがにねえだろっていう風に思うかもしれませんけども、前にも僕動画出しております。エネルはまあ割かしあるんじゃないかなと思います。言うのであればベジータ1とかね、なんかそんな感じで考えていくと面白いなと。まあとはいえ、これに関しても僕パターンは考えていて、完全に入るわけではなくて、意外となんか自分で海賊を作ってで、まあ、その海賊同盟みたいなね、感じでやる可能性は十分にあるのかなと思います。まあ、入っていったら、一番面白い。で、なぜならば、ロギアってまだいないんだよね。で、麦わらの一味にロギアが入るって考えた時に、じゃあロギアで入れそうなやつ誰かなって考えていくと、やっぱエネルさんがそれっぽいんだよね。で、エネルさん次出てきて、また敵として出てくるっていうのは、ちょっとね、ないと思うので、だそうなった時に、まあ、ルフィ君サイドについて来てくれるのではないのか、まあ、ルフィ君にしばかれて、いろいろと気づけたのではないのか、まあ、それこそ月に行ってね、知った流れもあるし、いろいろあると思うので、僕はルフィ君陣営としてまた出てくるであろうと。その上で、まあ、仲間になるのか、もしくは、自分自身で海賊を作って同盟を組んでいくのか、まあ、どちらかなのかななんて思います。やはり麦わらの一味っていろんなタイプの人物がいるので、まあ、種族っていうところで言ったように、じゃあミンク族が入るかもしれないとか、で巨人族がいるとかで、そしてタヌキがいるとかね、タヌキからのロボットがいたりとか、本当エロガッパがいたりとか、いろんなねタイプの人がいるので、そうなった時に神が入ってくると、これはこれで面白いななんて考えたりとか、そして能力的にもロギアはまだいないってなってくると、これは十分にあり得るのではないかと思います。そして続いても、これ結構濃厚だなと思うところでございますけども、桃之助でございます。そして金右衛門でございますからのお玉でございます。3人でございます。ハッピーセットでこれ入るんじゃないのかなんて考えたりとかね。でこれに関していきなりそんなに入るのって思うかもしれないですけども、まあイコールねワンピースのこれやと少しっていう風にも捉えれるんだよな。まあ要
するに、まあ、ロジャー海賊団とこの麦わらの一味って、わりかしその位置関係的には似ているなと。で、そうなった時に、ロジャー海賊団に、おでん様がいる意味っていうのを考えていくんだよね。そこら辺考えていくと、まあ、そのポーニークリフの流れが繋がってくるってなってくると、今度はね、あの麦わらの一味、それどうなるのってなってくると、なんかね、やっぱそういった和の国の人物来そうだな、小月系来そうだな、そういう風に考えたりするんだよね。まあ、言うてその読むっていうところではロビンちゃんがいるんで、まあそこら辺はね、あの一つとしても、一番それっぽいのが、まあ、桃之助のね、万物の声を聞くっていうところと、やっぱその普通の万物の声の一個上とか、ルフィ君の一個上な感じはするので、そこら辺がなんか関係あるのではないのか。それこそラフテルが、僕が思うところでは巨大な竜であると。で、そうなった時に、まあラフテルに行く条件っていうのが、そういった万物の声だったりとか、まあ何かしらそういったものが関係あるとなってくると、桃之助くんって重要になってくるなと。だけども、桃之助くんだけが、そのまま船に乗るっていうのは、なんかちょっととわかんないんだよね。やっぱ保護者がいないと厳しいのかなって思ったりとか。で、そこからあとはね、お玉に繋がってくるんだけども、お玉に関してもね、エース君との流れがあって、これでルフィ君がその約束を果たすみたいな感じになったら、これすっごい綺麗な感じになると思うんだけども、ただお玉だけ連れていくっていうのも、やはり気になるところではあるんだよね。というのも、やっぱまだ子供なんで、その和の国にね、連れて帰らないといけないわけじゃないですか。そうなると、ちょっと気になるんですよ。やっぱ、その保護者がいないとなっていうふうに思えてくる。まあとはいえ僕は桃之助くんとねお玉ちゃんが入るとはね全然思っているので、そうなるとじゃあ保護者は誰なのかって考えた時に金右衛門なんですよね。金右衛門が保護者としてまあ一緒に来てくれると、まあそれっぽいなと。でそれこそ三重師っていう形でも麦わらの一味の中でもまあ揃うんだよね。炎の剣を持っている金右衛門、そして形として氷の剣を持っているブルックからのゾリ先輩でございますよね。この3人が揃うとまさに三重っていう形も出来上がる。だからこそ金右衛門がいてもおかしくないなと。そしてまあやっぱこの先々の流れで、まあ和の国の人物っていうのは、必要になってくるのではないかと。まあなおかつ光月家っていうところだったりとか、万物の声のところでも当てはまってくるってなると、桃之助くんは超重要だけども保護者は必要だっていうので、やっぱ金右衛門からの約束を一緒に果たしていくっていうところでは、小玉ちゃんも来てここは3人で一緒に来るのではないかと思うんですよね。いやいやちょんさ3人はちょっと多すぎないっすか、マジ因果ずらしっすよって思う、そこのウルジスト諸君。確かにね、そう思うんだけども、おでん様でございます。おでん様って一人で、ロジャーさんのところに乗ってるわけじゃないんだよね。一緒に犬嵐様も猫まむしの旦那もいたんですよね。要するに、おでん様を守るっていう意味合いで、まあ、その二人が一緒についていってるわけでございますよ。ってなってくると、まあ、3人乗ってるわけだよね。桃之助くんを守るっていう意味合いで、金右衛門とそしておたまちゃんがいるみたいな、そんな形になってくると、まあ、ここら辺の位置関係も合ってくるよねなんて考えたりとか、そう考えていくと十分にこの流れもあるのではないかと思います。でそこからのやはり和の国に、まあ返してあげるって流れもできるので、まあそこら辺もなんか見えてくるなっていうふうに僕は思います。あともう一つこれに関しては可能性として、あったらいいなって思うところでございますけども、ボンちゃんでございます。ボンちゃんに関してはもう死んだんじゃねえかって思う人もいますけども、死んでません。まだインペルダウンにいます。でインペルダウンで捕まっているのではなくて、ニューカマーランドで、まあ今いますよっていうのは扉絵でも出ている情報なんですよ。で、まあ、ここからまた出てくるだろうなっていうのは考えられるんですよ。というのもやっぱね、デボンが出てきて、ああいった能力をね、まあ、所持しているマネマネの上位学みたいなイメージがね、やっぱ強いですけども、ってなってくるとそういった騙し合いっていうところで、ボンちゃんも出てくるのではないのか、やはりルフィ君のためにもう一回出てくるのではないのかなんて考えるんですよね。実際出てこねえだろうっていうふうに思うかもしれないですけども、その可能性ってのは十分にあって、あさってから開始だね、ユニバーサルスタジオでワンピースのプレミアショーっていうのが開催される。これのは毎年開催されていて、去年も僕行ったんですよ。今年ももちろん行きますよ。あさって26日行きますよ。もう初日から乗り込むしかねえだろということで、思いっきり行きますよ。で、そのプレショーがまさにボンちゃんがインテルダウンから出てくるような話なんだよね。デルフィー君のために駆けつけてくれる。まあイメージ的には確か記憶が正しければスタンピードの直前というか、その海賊万博に向かう流れで、まあいろいろと起きて、でボンちゃんが来てくれるみたいな、そんなような感じだったと思います。で、まあ、そういった流れを考えていくと、まあプレショーでもねこれが行われているので、本編でも同じことが行われ
るっていうのは十分にあり得るのではないのか。まあ逆に考えればね、本編で行われないからこそ、まあプレショでそれを実現してくれてるっていうのも十分にあり得る。だけども、まあ僕はそこら辺は逆に考えていて、本編でそれが行われる可能性があるからこそプレショでそういった形で一個やってるのかなっていうふうに思うんだ、僕は考えるんですよね。やはりデボンでございます。このデボンが、まあボンちゃんを引っ張り出す、まあ鍵になるのではないのかなって思います。ただそうなった時に最終的にボンちゃんね、もろもろ話が終わって来てくれました。でどうすんの、インペルダウン戻るのって言ったら戻るわけないじゃないですか。で出る時にはね、他のニューカマーたちも連れてくるわけでございますから、多分ね、まあそうなるとなんかその後のボンちゃんがどうなるのか、ボンちゃんがカマバッカ王国に行くのか、はたまたまあ晴れてこれで麦わらの一味に入るのかっていうね、そういったところも気になったりとか、まあそういったところで考えていくと、この2パターンっていうね、カマバッカ王国に行くのか麦わらの一味に入るのかっていうところで、2つの可能性があるのではないかと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。現在のところで麦わらの一味に入れそうだなって思えるところは僕としてはここら辺だなと思います。まあその中でも特に可能性高いのはやはりキャロット。まあビビちゃんに関してはね、もう仲間なんで、それはまあ一旦置いたとしても、まあキャロットが一番最初に来るのではないのか。でそこから可能性高いのはまあマルコかな。まあマルコと桃之助くんたちのハッピーセットはどっこいぐらいだね。で次にエネルさん、まあ薄いけどボンちゃんあったらいいなっていうような、感じでございます。皆さんはどう思いますでしょうか。ぜひともね、これについてコメント欄に書いてくれたらなと思います。あとは他にもここ仲間になるんじゃないみたいなのあったら、それもコメント欄に書いてくれたらなと思います。ということで今回この辺で締めていきましょう。最後になりますが、ぜひとも皆さんグッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく。そしてぜひとも私のツイッターをフォローしてくれたら嬉しいです。その際にね、ジョンさんフォローしましたよって一言 DM を送ってくれたら 120% でフォローバー返していきますからね。ツイッターの方でもがっつり絡みましょう。それでは最後になりますが、じゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザーラシということでパーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time!